どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの G ラボのブラックビューティー薄レレウクレレと、はい、シンプル簡単バージョンでは初めてウクレレソプラノ、こちらを使っていきたいと思います。この初めてウクレレに関してはただいま Amazon でですね即日発送になってますので、ぜひこんな感じでチェックしてみてください。さあ本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきますよ。今回取り上げたいテーマはですね、なんとガズレレ初登場、工藤静香さんの嵐の素顔。この熱い曲、なんとこの曲ですね、1989年のリリースということになっております。80年代と90年代まさにね、こう時代が入れ替わるようなところで、この工藤静香さんのねこの切ない歌なんですけど、これはですねファンが多いんですよ。あのガズレレでもいろんなねなあのライブ配信とかやってるとですね、工藤静香さんお願いしますってこれすごく多いんでですね、もう今日テンション高めていこうと思います。はい、いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるように簡単アレンジした、ゆっくりバージョンやりますからね。これだったらね、すぐできますからね。後半のかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはこれはね、結構難易度は高いです。16ビートがもう、もう今度やっぱり踊れる曲ですから、これってね。これですからね、皆さん。これですから。これをやりたいけど、これやりながらはちょっと歌えないかなっていうところありますけれど、かっこいいバージョン要注目でございます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。でも音楽って難しそうだな。私にできるかな。私音楽ね、やったことあるんだけど、もう無理でした。みたいな方。そんなあなたもあっという間に今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルのやり方だったら、ほんとびっくりするぐらい、世界一簡単なウクレレ教室になってますね。すぐできます。もうちょっとしたらですね、この辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、本当に誰でもあっという間です。もうこのガズレレ YouTube チャンネル、17万人以上の方がもうワイワイ音楽楽しんでおられますからね。皆さん不器用な方でも全然できます。はい。じゃあ行きますよ。このリンク、ここに行ってくださいね。こっから始まります。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにアレンジしているレッスン課題曲、もうすでに1900曲ぐらいあると思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思うんですけど、こんな感じでですね、皆がやりたい曲とスペースガズレレというふうに YouTube で検索していただくとですね、かなり出てくるんじゃないかなというふうに思われますので、やっぱどうせなんだ好きな曲で練習した方がいいと思いますから。さあそれではやっていきましょう。工藤静香さんの代表曲、嵐の素顔、ガズレレ流シンプル簡単バージョンですよ。ゆっくりとやってみる。 1,2,3,4 嵐を起こして、全てを壊すの。全てを壊すの。
静香さんの嵐の素顔ガズレレレシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。シンプル簡単バージョンのアレンジだとコード6個です。はい、これゆっくりやるとですねまずできると思いますが、やっぱりこのねこの雰囲気やっぱ思い出しますね。あとこの時代感といいますかね、このちょっとディスコビートっぽい感じがたまらない感じでした。そして今聞いていただいて分かったと思うんですけど、今のガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっておりまして、主に2番のパートをねショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、今後ね慣れてきたフルコーラスを私やりたいなと思った方、1番とコード進行同じなんで楽譜を自分で書き加えて、1番のコードを変えて2番の歌詞を書き加えて、全部にねフルコーラスチャレンジしていただくのもすごく素敵だと思うんですけど、まずは今のシンプル簡単バージョン、ガズレレバージョンで練習してください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てるんで、それを見ながらウクレレでも練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としては今のシンプル簡単バージョンと一緒に合わせて演奏できるようになったらもう1個目のゴール達成です。素晴らしいと思います。まずここまでいってください。はい、でできるようになった方はどんどん次のステップいきましょう。その次のステップは何かというと、今度はガズレレの動画を見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやってほしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはなかなか難しいでしょうから、最初は楽譜を見ながらですね、何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃってもう大空とかもうこの秋のね夜の綺麗な月に向かってね、嵐を、はい、月が出てたら嵐じゃないかもしれないですけど、まあそんな感じでこうなんか風景と一緒に黙らせて歌ったりなんかするのも素敵なんで、ね、覚えちゃうのがいいと思います。最終的にはまあでも最初は楽譜練習から、でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。はい、今の演奏はですね見てください。ガズのノート、手書きのノートを見ながら今やっていきました。はい、今日は2枚にわたっております。はい、これねこんな風に書いて、これを読みながらさっきやったんですけど、もうちょっとしたらこんな風にカメラに置き靴してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ、このガズクラブって一体何かというと、今日取り上げている嵐の素顔を含むガズが今まで書きまくってきた膨大なノート楽譜の手書きのね、手書きのノート楽譜がもう山ほどある中から毎月5曲皆さんがこの曲やりたい、この憧れの曲私もやってみたいみたいな感じでお選びいただいて、5曲ね即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただけると、これすぐね、YouTube と完全連動してる、楽譜ですからね、すぐ練習入っていけますよというね、画期的なサービスになっております。そしてね、このガズクラブは、このね、楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもう楽しむやつ。これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ？はい。ものすごい充実しててね。で、そこではね、Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ、秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。で、ね、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですから、お勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送、ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日、無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとね、ぜひね、見てみてください。さあ、それでは楽譜見ていきましょう。嵐の素顔、工藤静香さんです。はい、丸1ってことで2枚にわたってます。はい、いきなりですね、まあ、イントロって書いてあるサビから始まるんですね。で、ここちょっと見てもらうと、止まるって書いてある。今のシンプル簡単バージョンはこう、ずっと弾いていったんですけど、かっこいいバージョンはね、ここね、バシッバシで止めていきます。ちょっとこれかっこいいバージョン期待しておいてください。で、ここね、Am, Em, Em, Em7 って書いてあるんだけど、こうタンって書いてあるでしょ。ここからですね、ちょっと面白い決めフレーズが入るんですよ。これじっくり解説していくんで、ちょっとかっこいいバージョン、これ興味あるでしょ。しっかり見ておいてください。で、この印象的なのが、これ感想で出てくる、今のシンプル簡単バージョン、FG7Am7 だったんですけど、かっこいいバージョンはね、これ結構すごいことになってましてですね、決めフレーズって書いてあるでしょ。決めフレーズ1っていう風にしてます。で、ここ、Am, Em, Em7。ここも F から G7 行って、これね、要は決めのフレーズなんですよ。で、ここのフレーズをですね、なんと、A メロこの2、このね、ここまで君は素敵だから、この、こことここの3行ね、このね、面白いフレーズを弾きながら弾くんですよ。かっこいいバージョン。これ、悶絶ですけど、脳トレフレーズ。はい。まあ、こんな感じになっております。基本的には下に書いてあるコードは、
こういうコードとかメッセージはかっこいいバージョン。上に書いてあるのは今シンプル簡単バージョンでやったということを覚えておいてください。じゃあこうやってカメラに映しておくんで、一時停止して、お時間ある方書いていただいて、あと今紹介させてもらったガズクラブでね、この、ガズのノートの手書きのね、デジタルデータ、お手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃわかりやすいと思います。まずガズのノートの特徴なんですけど、この点とかね、この V マーク、これ休符なんですよ。V は休符。点はリズムなんですね。はい。嵐を起こしてって、この、ここで頭が始まる。リズムが分かるってことになってますね。君は素敵だから。これ休符ですよ。一人で。こんな感じでね、このリズムが分かる。あと歌詞カードの表記には出てこない。この伸ばすところですね。これがかなり参考になります。あとこの4ブロックに分かれているところの言葉の位置関係でもかなりイメージがしやすいと思いますので、ガズクラブでこの楽譜のダウンロードもぜひご検討ください。お時間ある方書いていってください。はい。こうやって写しておきます。さっきも言ったんですけど、このね、フレーズこれ、Am、Am、Am、Em7 って、これ全く同じのがこの3行続きますからね、これを要約してフレーズ1ということにしてますんで、決めフレーズ。はい。この辺をご認識ください。かっこいいバージョンで濃厚に解説していきます。まずは A メロまで。いいかな？はい。したら B メロから、この辺までいこうか。C メロ。演奏、デモ演奏の時のテロップと一緒に示し合わせながらやってもらうといいかもしれないですね。ここちょっとこう、2ブロックだけこう、はみ出してるよと。ここ、タータタって書いてあるんですけど、これかっこいいバージョンではここ、キメを入れていきます。はい。後で解説します。で、またこう、サビですね。サビがこう、入ってきて、嵐を起こしてをやったらですね、ここからまた感想ですね。イントロと同じです。A メロとイントロの同じ、ほら、キメフレーズで書いてあるでしょ。これがね、決めフレーズ1ですからね。ここも感想をやって、そしたらね、今度はショートカットバージョンにしている最後のこっちの、C メロというか、最後のね、3番といいますかに飛びます。はい。子供の素顔でーってね、泣きたい。はい、ここに登場します。はい。ここも同じですね。さっきのタタタって止めて。で、最後サビ2回繰り返す感じですね。で、ここの子供の素顔でとか、これ追っかけたり、ここにもね、最後ね、嵐をとか追いかけたり、こんなのもちょっと表現してみましたんでね。やってみてください。ここちょっと歌詞が変わって、ね。歌詞が変わって。最後、素顔を見せるわに変わっております。歌詞がね。これがガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございましたと。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。はい。今日は入門コード6個でございます。いきます。Cam、F、Dm、D7、E7、この6個。いやー、これはですね、かなり嬉しいコードですよ。たくさんあるように見える方もいるかもしれないですけど、これはね、めちゃくちゃ簡単コード、入門コードのグループ、このグループです。ガズレレ必須コードのグループ。このガズレレ必須コードするのは何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽したいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい、10個の入門コードのグループです。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、一個ずつ見たら入門コードだからめちゃ簡単だけど、いっぺんにどんどん10個覚えようと思ったら、押さえる場所とコードの名前ごちゃごちゃになって わけわかんなくなっちゃって、そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画見たらですね、面白く楽しくどんどんコードが覚えられますので、ぜひ10個のコード一目散に覚えていってください。このコードを使って今のシンプル簡単バージョンもゆっくりめでやっていきました。シンプル簡単バージョンの演奏だと本当シンプルにね、4つ弾いてたまにストップをかけるみたいな演奏なんで、演奏自体はそんな難しくはないと思うんですけど、歌のねメロディーと感覚、なんか独特のね伸ばすところの感覚だなと思いながらね、やってました。頭に結構言葉の頭にね、リズムの頭に言葉が入るのが多いんで、歌いやすいという感じもするんですけど、やっぱりなんか独特のね、なんかこうリズム感だなと思ってね、歌っていたんですけどね、これ好きな人にはたまんないでしょうね。もう思いっきり歌っていってください。歌中心ですからね、弾き語りは。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていこうと思います。かっこいいバージョンもね、実はコード出てくるコード一緒なんですけど、ここに Em7 というコードが加わります。これ Em7 も入門コードの1個なんで、これまあ全然簡単コードです。Em7、こことここだけですからね。G7 の人差し指を離しただけ。これを決めのところで、フレーズ1というところで、使っていきますが、ちょっとね、今日はね、このかっこいいバージョン、かなりリズム、めちゃくちゃ奥深いです。一応出てくるリズム紹介です。はい、ドン、こちら。16ビートのチャとカッティング。これ、この取り合わせはやばいパターンですね。はい。このリズムでやっていきたいと思います。これ今映ってる弾き方、ここにちょっと解説貼っときます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚でございます。そこに濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされているので、16ビート、ぜひマスターしていてください。16ビートっていうのはガズレレの中でも一番最高峰に難しいというか、やりがいのあるというか、奥が深いというかですね。まあそういうふうに皆さん夢中になられているリズムでございまして、すぐにはできるリズムではないんですけど、これは取り組んでみてもらいたいね。価値あるリズムです。
ですんで、もう J-POP とか洋楽も多分ね、この16ビートっていうのはもうかなりね、多いリズムになってるんでね、じっくり取り組んでいってほしいなというふうに思います。まずちょっと全体的な解説すると、カッティングっていうのはね、音をね、こう、今 C を押さえますよ。じゃあこうやって弾いてるけど、カッティングっていうのはこうなんですよ。左手で弦を触れて、これでカチャカチャ言います。音を止めるんですね。これ音止まるでしょ。触ると。この時にカチャカチャやる。で、これを使っていきなり、嵐をやってみます。せーの。嵐を起こして、すべてを壊すの。はい。だんだんだだすかすか、チャカタカ。こんな感じですね。これが16ビートのちょっとカッティングです。これ難易度はね、高いですよ。超ゆっくりやります。嵐を起こして、チャカチャカ、すべてを刺すか、チャカチャカ、飛ばすの。はい。こういうのがね、いきなり登場するんです。これ16ビートのちょっとカッティングです。まず16ビートだけでやってみると、Dm を押さえて16ビートやると、16ビートのチャ、はい。この16ビートのね、弾き方をね、まずここまでできるの結構難しいと思うんですね。さっきのリズムいろいろのところに16ビートのところを見てみるとですね、いろんなヒントになる動画がいっぱい載ってますんで、ちょっとそこでね、いろんな動画見て、16ビート、まずこの基本ものにしてからじゃないとカッティングに追いつけないと思うんでね、ちょっとやってみてください。で、一応大まかには今の、最初のね、嵐よとこれやったんですけど、この後、さっきからずっと言ってる決めフレーズ1、フレーズ1っていうのはね、今日一番のね、難関ポイントになります。ちょっとやってみましょうか。じゃあ最初からいきます。嵐を起こして、すべてを、次いきます。マスの。まずこれですね、リズムがこんな感じです。ワン、ツー、スリー、ダーダッ、ダーダッ、ダーダン、タンツ、タッタッタダダダダダッ、ダッタッタッタンタダンダダンダンダー。はい。ちょっと前に食い込んでる音があるんですけど、ここが Em7 になります。なので、あ、すべてを壊すのに、3。ここでも Em7。で、次の頭で F。止めて G7 でチャカやって、その次 Am でダンスクダッツ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 ダンダン、最後1回だけ Em7 Am ダンダチャカボンボン、1回だけ Em7 弾きたいんですよ。これ前のね、ブロックになってるってことですよ。もう1回口で言うと、せーの3はい、ダーと今のダーっていうところから Em7 になります。もう1回せーの3はい、ダーとマイナーからダーと、今のダーが Em7 ですよ。ドンドンダンダンダンクダンツダンダンクダンドーダン、はい、ここね結構かなり難しい。しかもなんとこれを弾きながら一番歌をっつんですから、これはねかなりノートル要素高いです。ちょっとねもう一回やってみようかな。まずちょっとこのフレーズだけめちゃゆっくりいこうか。ワン、ツー、サン、シー、ダンダン、ダン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 、カッティングがねたくさん入ってるんですよ。感じです。これはね難しい。で、ここちょっと歌ってみましょうか。ちょっとゆっくりめで。ワン、ツー、サン、はい。君は素敵だから一人で平気さ、明日になればまた新しい恋に出会えるだろう、うーとなっていきます。ここはか悶絶レベルの、決めフレーズなんですけど、これやっぱ難しかったら最初は、ダン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 、F から G7、Am、これを16ビート
ートのチャで、ひとまずはこのステップがいいと思います。これかなりね、高難度なんで、このカッティングとこうフレーズを弾きながら歌を歌うっていうのはなかなかのもんなんで、まず最初のステップは16ビート F、G7、Am で やって、慣れてきたらこのフレーズにトライするのが、まあ、順番的にはいいかなと思います。ちょっとガズはね、チャレンジ企画としてやってみようというふうに思いますよね。だからその後はシンプルに16ビートのチャ、強い完全に滑らかな16ビートで踊れる感じがやっぱり大事ですけどね。これ16ビートダンサブルなイメージをちょっと持っておくとすごくいいかもしれません。一応この16ビートはですね、この動画見てもらうとめちゃくちゃ分かりやすいかな。これ7つのね16ビートができる うまいこといきそうな法則っていうのはね、ちょっと動画で公開してるんでしょ、ここにもリンク貼っておきますけど、まあまあこれも参考に見てみてください。そしてちょっと細かいところの決めを紹介するとですね、1回目のサビが入るその前に空が落ちればいいののところもちょっとだけ決めが入ります。空が落ちればいいの、ダンチャタンですね、ダンチャタンみたいな、いいのの言葉に合ってます。空が落ちればいいの、嵐ボイ、イントロと同じ、これが入っていきますと。でその後また感想として、入ってきますよ。また感想をやって、今度はもう最後の子供の素顔でに入っていって繰り返して終わるということでございます。まあ、このね、さっきのデンデン、デンデン、デンデン、ここのフレーズがね、これやっぱ今日は一番キーポイントになると。あとは16ビートのチャ、グルービーで踊れる16ビートのチャを、こう、ずっと安定的にね、こう、キープしてリズムキープしながら踊れる感じでリズムを生み出せるとすごくいいと思うんですけど、あのフレーズはもうマジでね、これかっこいいですよ。かっこいいけど難易度も高いかなと思うんですけど、やりがいあるフレーズぜひとも挑戦してみてください。そしてやっぱこの曲の持つね、あの時代感とか工藤静香さんの魅力ね、あの時代の工藤静香さんってやっぱすごいなんていうかな、エナジーがありますもんね。まあ、これといいね、あのね感じやっぱりねたまりませんね。でこの歌詞の内容とかその世界観をやっぱ頭に描き頭に思い浮かべながらね、やっぱ感情を乗せて演奏する、これがねキーポイントです。リズムキープ、これ早くなりがちなんで、なるべくねこうどっしりね体中でリズムをキープしてやるのがポイントかなと思います。それではやっていきましょう。工藤静香さんの嵐の素顔、ガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3,4 嵐を落として、全てを壊すの、工藤静香さんの嵐の素顔、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみました。いや、
これはかっこいいですよ。これね、あそこのフレーズはね、もうちょっと最初やっぱ難しいから、さっきも言ったように、最初はまずね、君は素敵だから、これ普通の16ビートのチャであそこのところはやって、だんだんレベルアップしていくのがいいかなというふうに思います。こう、スローペースでいいんでね、じっくりじっくりその少しずつ階段を登るように音楽楽しんでいきましょう。で、お知らせです。今いつも使ってるこのガズレレのウクレレたち、はい、G ラボというね、チームで取り組んでるんですけど、11月の後半にですね、神戸でですね、ポップアップショップがオープンします。こんなような内容になってます。三井アウトレットパークマリンピア神戸という場所で、11月の26、27の土日、Gラボのポップアップショップが出店です。残念ながらその日はね、ガズはちょっとお伺いできないんですけれども、Gラボのウクレレ最後に生み出しているね、吉本さんという方がもう、まあ、トップになってですね、もう皆さんをお迎えしております。いろんなウクレレ弾いて試してですね、もし気に入ったものがあればゲットできるということです。で、今回初めての企画なんですけど、ここね、三井アウトレットパークということで、ガズレレ Gラボ初のアウトレットウクレレ、ちょっと傷があるとか、木目がちょっとっていうものを集めて、もう品質はもうバッチリのものですけど、かなりね、リーズナブルなアウトレット価格で、30% オフぐらいの勢いで、出すということが決まっております。ぜひ、関西方面の方、ウクレレ、Gラボのウクレレ触ってみたいなという方、11月26、27、三井アウトレットパークマリンピア神戸にお越しください。今、この本も発売になってますよ。はい。ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室、ガズピアノもやってます。この本、とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。